入試算数できる人は5秒で解く図形問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。四角形 ABCD は正方形で、三角形 DEF は直角二等辺三角形です。色のついた部分の面積の和は何平方センチメートルですか？では解説をします。直角二等辺三角形 ETF により FD イコール ED、 角 EDF イコール90度を利用して三角形 DCE を左に90度回転させると、色部分は直角三角形 FAC' になり、DC' イコール2センチであるから、その面積は AC' かける FA 割る2で2平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図のような同じ形で違う大きさの2つの直角三角形を組み合わせた四角形 ABCD の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。